神奈川県立磯子高等学校は、神奈川県横浜市磯子区にあった公立の高等学校。神奈川県の高校100校新設計画に基づき、磯子区最初の普通高校として設立された。4年生大学への進学率は35から40%程度であり、関東学院大学、神奈川大学等の地元の中堅大学への進学が多い。落ち着いて学習できるように、 全学年で朝一番に読書を行っていた。2020年度に神奈川県立一人沢高等学校と統合し、神奈川県立横浜一人沢高等学校が開校した。校舎等は一人沢高校のものを使用している。部活動は陸上競技部と男子バドミントン部が関東大会出場の実績がある。陸上競技部は 全国高等学校陸上競技対抗選手権にも出場している。ダンス部は春の日本高校ダンス部選手権東日本大会において入賞、地元の磯国の大会では高校生以上の部門で最優秀賞を獲得した。2016年の夏の日本高校ダンス部選手権では関東甲信越地区大会スモールクラスで入賞し全国大会に出場した。 2018年5月、日本高校ダンス部選手権春の公式大会東日本大会スモールクラスで準優勝した。文化部では、新聞委員会と書道部が全国高等学校総合文化祭に出場。新聞委員会は15年連続出場の常連であった。吹奏楽部は近隣の多くのイベントに出演、演奏しており、神奈川県大会にも進出し、 金賞を受賞した。野球部が平成29年度神奈川県修期大会で総部発のベスト8進出。神奈川県立磯子高等学校、神奈川県立磯子高等学校創立10周年、記念誌神奈川県立磯子高等学校、1987年、3ページ。神奈川県立磯子高等学校、神奈川県立磯子高等学校創立10周年、 記念誌神奈川県立磯子高等学校、1987年、4ページ。ABCD 神奈川県立磯子高等学校、神奈川県立磯子高等学校創立10周年。記念誌神奈川県立磯子高等学校、1987年、10ページ。神奈川県立磯子高等学校、神奈川県立磯子高等学校創立10周年。 記念誌神奈川県立磯子高等学校、1987年、4ページ。ABCD 神奈川県立磯子高等学校、神奈川県立磯子高等学校創立10周年。記念誌神奈川県立磯子高等学校、1987年、11ページ。AB 神奈川県立磯子高等学校、神奈川県立磯子高等学校創立10周年。 記念誌神奈川県立磯子高等学校、1987年、12ページ。ABCDEF 神奈川県立磯子高等学校、神奈川県立磯子高等学校創立40周年、記念誌磯子愛神奈川県立磯子高等学校、2017年、11ページ。AB 神奈川県立磯子高等学校、磯子創立20周年記念誌。 神奈川県立磯子高等学校、1997年、18ページ。神奈川県立磯子高等学校、神奈川県立磯子高等学校創立40周年、記念し磯子愛神奈川県立磯子高等学校、2017年、9ページ。ABCD 神奈川県立磯子高等学校、創立30周年記念し、神奈川県立磯子高等学校、 2007年、5ページ。神奈川県立磯子高等学校。神奈川県立磯子高等学校創立40周年。記念誌磯子愛神奈川県立磯子高等学校。2017年。38ページ。神奈川県立磯子高等学校。神奈川県立磯子高等学校創立40周年。記念誌磯子愛神奈川県立磯子高等学校。2017年。 9ページ。神奈川県立磯子高等学校。神奈川県立磯子高等学校創立40周年。記念誌磯子愛神奈川県立磯子高等学校。2017年。50ページ。日本高校ダンス部選手権夏の公式全国大会。ストリートダンス協会。2018年12月15日閲覧。日本高校ダンス部選手権春の公式大会。 ストリートダンス協会2018年12月15日閲覧ありがとうございます。